時は1987年、竜が如く霊より1年前の話だ。ムナンチョヘペトナス教という、金を巻き上げることを目的とした、インチキ宗教団体の教祖鈴木は、その日も信者からの布施林著に5万越だった。そんなところへ新たな入信希望者として、石塚という男が現れるが、この男、実は組から1000万を持ち逃げした、ヤクザの組員だった。鈴木はいいかもが来たと思い、それではこちらのチョモゴメスの部屋で入団の儀式を行いましょう。と手足を縛ってヤバい注射を打ち、記憶を喪失させて洗脳していたんだ。そんなところへ石塚を探す金宮がやってき、1000万持ち逃げの話を聞いた鈴木は、そんな石塚のことを隠し通した。1000万、あれば高すぎてたまにしか行けていない芸能人上のいるソープにも飽きるほど行けます。そしてクズすぎる鈴木は金宮を追い返すと、なんとか石塚から金を巻き上げようとするが、石塚は洗脳により金の記憶まで失っていたんだ。鈴木は石塚の記憶を呼び起こそうと、あるキーワードに反応した石塚のために、風俗を奢ったりしていたんだけど、石塚の記憶は戻らなかった。ふざけるなぁ。この風俗巡りにいくらかかったと思ってるんですか？ 30 万、ですよ30万。その後ろんなことから石塚は、競馬で金を使ってしまったことを思い出すと、勝ちのない石塚を鈴木は切り捨てようとするんだけど、石塚は鈴木に1000万奪われたことにし、組に告げると鈴木を脅してきたんだ。そう告げられたくなければ自分を蒼天堀から逃がせと、鈴木は石塚に脅されると、仕方なく石塚を手助けすることとなり、1000万を得るどころか、風俗代や手助けの費用の負担により、ムナンチョヘペトナス教は一時壊滅まで追い込まれた。逆に1000万くらい払っていたのかもしれないね。翌年には復活を遂げていたムナンチョヘペトナス教。マジマが街中で教徒と揉めている女性を見つけると、その女性に頼み事をされるんだ。その、よろしければあの宗教に入信してくれませんか？話を聞けば何やら娘のイオリが、宗教団体に騙されて高価なものなどを、買わされているというのだ。帰ってくるように伝えるだけでいいと言われたマジマは、そんな母親の頼みを聞き、ムナンチョヘペトナス教へ入信することとなった。まずは見学ということでマジマが潜入すると、そこでは教徒たちのシュレピッピが行われていた。彼らはシュレピッピによりクリパースを貯めているというが、どう見ても怪しさ満載だった。おや、イオリさん、体の揺らぎが足りないですよ。イオリと呼ばれた女性は、あの頼み事をされた女性の探している娘だった。このイオリという女性、実はあの小川イオリさんがモデルとなっており、お世話になった男性諸君も多いことだろう。そしてマジマはイオリに母親のことを伝えると、イオリは洗脳されているためか、母親のことを思い出せずにいた。そんなところへ激励に訪れるムナンチョ鈴木。このムナンチョという挨拶に、マジマも挨拶するよう言われると。ムナンチョ。そう、皆さんはこれまでにどれだけの布施林著をしてくれましたか？そういう鈴木に対し五林著や、八林著など教徒たちは多額の金を納めていた。たくさんの布施林著、とてもヘペトナスです皆さん。イオリはまだお金が捻出できず、ノー布施林著だったようだが、布施林著しないとクリパースが溜まりにくいと言われ。イオリさん、ハッピーなことにあなたは大変良い容姿の持ち主です。私と特殊なシュレピッピをすれば問題ないでしょう。これに危険を感じたマジマはイオリを助けに向かうと、そこでは間もなく特殊なシュレピッピが始まろうとしていた。そんなヤバい状況にマジマはイオリを説得すると、少し記憶が戻ったのか正常な判断ができるようになり、鈴木のシュレピッピ計画は失敗に。もう少しでこの女をいいようにできたものを、よくもお前余計なことをしてくれたな。マジマがこれがインチキ宗教の教祖様やというと、ダーマーレーとブチギレてマジマに襲いかかったんだ。しかし結局マジマにはかなわず鈴木は敗れてしまうと、そんな音を聞きつけた教徒たちは
洗脳されているせいか救急車を呼ばず、回復の儀式を行うんだ。そんなもんで治るわけねえだろう。とまたしても鈴木には自業自得な結末が待っており、伊織は救われたのだった。そして時は経ち2005年のカムロ町。スターダストを運営していた和樹たちは、最近客足が減ったことについて悩んでいた。キリュウちゃんが話を聞くとここだけでなく、あたりの店の客も減っており、ホストクラブより魅力的なパーティーが、開催されているという噂を聞いた。キリュウちゃんは和樹たちの力になろうと、そのパーティーを調査するため潜入することになったんだ。その後無事パーティーに潜入すると、参加していた者たちは高い紹介料を払ったり、主催者のことを先生と呼んでいたんだ。二輪帳払えば先生に会えるとのことで、キリュウちゃんはその様子を覗き見していると、ついにその先生と呼ばれる男が登場。この方がこのパーティーの主催者であり私たちの先生である、ジョリトス矢沢先生だ。この男よく見るとあのマジマが見学に行った際に、案内してくれた奴にそっくりだよね。では私たちが出会えた奇跡に、まずは乾杯でもしましょうか。そう言って矢沢は怪しい飲み物を飲ませると、飲んだものは体が熱くなりろれつが回らなくなった。洗脳の方法が以前とは変わっているようだ。すると伏せ輪帳をもらっていた別の男を連れてき、女と対面させるとこんな地味な男にメロメロ、惚れ薬のようなものを飲まされたのだろうか。こうしてまた新たな男女がしもべとなり、矢沢のある計画は進んでいた。かつて我が教団には多くの信者がいた。しかし、蚊の最悪ウロゴマによって希望の灯火は消え、我が死も檻の中に囚われてしまった。だが、一番弟子たる私は諦めなかった。遥か東方の地にてこうしてまた教団を再興している。すべては再び我が死、無難著鈴木様をお迎えするため。とあの事件で教団が壊滅に追いやられたことや、鈴木が捕まっていたことなどが発覚。そんなところでキリュウちゃんが突撃すると、女が見ていた幻覚が解け、邪魔されたチョリトス矢沢がブチギレる事態に。だーまーれー。弟子というだけあって切れ方も鈴木と同じで、キリュウちゃんに襲いかかってくるが、矢沢も鈴木同様敗北する結果となってしまう。キリュウちゃんに人を集める才能は評価されるも、真っ当な道を考えろと言われ、矢沢の教団再興の計画は失敗に終わってしまった。ミエさん、あんた騙されてんだよ。そんなん違うんよ。それが連中の手なんだよ。ミエさん、私は知ってるんだ。あいつらは無難著ヘペトナス教なんだよ。時は流れ2016年、大阪から東京、そして今度は広島で事件は起こった。奴らの目的は金なんだ。お伏せしろと言われたんだろ。そうすれば救われるって。お伏せと違うわ、伏せ輪著言うんじゃ。どうやら教団はまだ存在しているようで、今度はおばあさんが新たな被害者となっていたのだ。じいさん、乱暴はよせ。乱暴。このじいさん、よく見れば白髪になっているが、無難著鈴木にそっくりではないか。全部無難著ヘペドナスのせいです。最近都会を避けてこの辺に流れてきました。特に身寄りのない老人を狙っては信者にしてるんです。もちろん目当てはその懐ですよ。このじいさんも最近引っ越してきたそうだが、親切にしてくれていたミエバーさんがインチキ宗教に引っかかってしまったと言うんだ。ミエさんは長いこと介護してた旦那さんに先立たれて、弱っているところを連中に突き込まれたんです。私はせめて彼女だけでも騙される前に救ってあげたいんだ。私と一緒に無難著ヘペトナス教に行ってもらえないでしょうか。信者になりたいといえばきっと潜り込めます。こうしてキリュウちゃんはじいさんに協力することになり、内部へと潜り込むことに成功。こちらは私どもの説明を熱心に聞いてくれましてね、早くも教団に溶け込んでいらっしゃるんですねえ、鈴木さん。いえ、それほどのことではありませんが、お褒めいただいて
どうもヘベトナス。さあ、あなたも人に物を教わったら感謝の言葉を。どうもヘペトナス。さらに内部ではこれまたシュレピッピが行われており、二人も怪しまれないようにするためシュレピッピすることに。キリュウちゃんまで何やってんだ。日々シュレピッピを行ってる皆さんのために教祖様が激励にいらしてくれます。我らが教祖ムナンチョ赤松様がお見えです。ここの教祖は代替わりするんです。数年前にあの赤松という男が教祖になったようで。皆さん、無難長。桐生さん、あなたも早く。ここの挨拶なんです。無難長。無難長、大変よろしいです。プラス2点。また赤松はこれからミエバーさんが百夫セリンチョもするといい。聞く限りでは今までで最高額じゃなかろうか。1000万というと鈴木が過去に手に入れ損ねた額だが、何か関係があるのだろうか。どうするじいさん、あの競争を追えばミエばあさんもいるんじゃないのか。なら行くしかねえな。キリュウちゃんは競争のところへ向かおうとするも、会うためにはテストを受けろと言われ、冗談を交えつつ専門用語のテストを受けるんだ。チョモゴメスの意味をお尋ねしましょう。お答えいただけますか。性教育だ。再教育。妙に惜しい間違いして、今のわざとですよね。大体理解されてたようですね。これからもこの調子で頑張ってください。こうして二人は教祖に会うことになったが、そんなところで騙されかけているミエバーさんも発見。ミエさん、騙されてるんだよあんた。ここはインチキ宗教なんだ。お伏せなんてやめてくれ。おだまりなさい。お前はムナンチョヘペトナスのかつての金庫番だ。開祖のムナンチョ鈴木が詐欺で逮捕された後、警察からも隠し通した金で教団を乗っ取った。誰だお前は。歳を取ったとはいえ、この顔を見忘れるとは寂しいね。まさか私はかつてムナンチョ鈴木と名乗っていたものだよ。ムナンチョヘペトナスなんて神はいない。それは私が大昔にでっち上げた嘘だ。あんたほどのペテン師が見損なったよ。少し無所に行ったぐらいで正義に目覚めたか。そんなんじゃない。私はこれ以上罪を重ねたくないだけだよ。やはりじいさんはあのムナンチョ鈴木で、過去の鈴木とは別人のようになっていた。まるであの浜崎のような変わりっぷりだよね。ムナンチョヘペトナスに疑いを持つ者は何人たりともチョモゴメス。そう言ってキリュウちゃんに襲いかかってくる赤松。鈴木たちとは構えから違っていたが、当然キリュウちゃんにはかなわずぶちのめされる結果となった。痛いよ。おお、フレンドたち、早く救急車を呼ぶのです。教祖様がお怪我をされています。皆さん、回復の儀式を。バカ、そんなんで治るか。拝むな、救急車を呼んでくれ。こうしてミエバーさんは伏せ臨居せずに助かり、他の信者たちも次々と脱会して一件落着。私はまたムナンチョヘペトナスの教祖として帰り咲こうと思ってたんですよ。何？刑務所を出た私が他に頼れるものはありませんでした。開祖として教団に戻ればそこには居場所があります。ただ私の誤算は、教団へ行く前にミエさんと出会ってしまったこと、そして彼女を好きになってしまったことでした。ミエ婆さんは今あんたに何と言ってる。口も聞いてくれませんよ。当然です。私も昔は彼女のような人たちを何人も騙して彼らの人生を破滅させたんですから。これからも罪を背負って生きていきますよ。私は犯した罪は
一生消えないってことか。ですが、私は罪を償うための第一歩を踏み出すことができました。ミエさんとあなたのおかげでね、キリュウさん。もし神様ってのが本当にいるとしたら、犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。それから7年後の2023年、あの無難著鈴木の姿は横浜にあった。はい、いいですよ。皆さん、シュレピッピできてます。感じますか、クリパースの高まりを。さあ、もう一頑張りです。さあ、皆さん、わかりますか、これがシュレピッピなんです。感謝の気持ちを込めて心に念じてください。この言葉です。ヘペトナース。ちょうど横浜を訪れていたキリュウちゃんは、偶然にも動画を撮影する鈴木を発見すると、鈴木がインチキ宗教を復活させて金儲けを企んでいるのではと感じたため、ひとまず鈴木のことを探ることにしたんだ。単刀直入に言う、あんたはあの無難著鈴木なのか。ああ、ご存知なんですか。いやー、それは嬉しいですね。ええ、その通り。私、正真正銘、本物の無難著鈴木です。そうだ、よかったらあなたもご一緒にここでシュレピッピしていきますか。どういうことだ。あんたはまた無難著ヘペトナスの教えを広める気か。失礼ですが、あなたはどちら様で。昔無難著ヘペトナスに騙された被害者とか。いや、そういうわけじゃないんだが、またインチキ宗教に騙される被害者が出るようなら、このまま素通りはできねえと思ったんだ。まあ、そういう風に見られるのは慣れています。あなたが見過ごせないと思ったのも無理はない。しかし、本当に私にはもうあなたが思っているような危険性はないのです。すると鈴木は、自分の前でシュレピッピする者たちは信者ではなく、ただのヤジ馬で、自分のことを面白がって集まっただけだと言った。鈴木はキリュウちゃんとそんな話をしていると、今度はそこへ過去の鈴木の悪用を知るチンピラたちがやってき、鈴木は邪魔をされることに。お前ら、無邪気な顔しちゃって。昔こいつが何人被害者の人生ぶち壊したか知ってんの。いえ、僕らそういうのよく分かんなくて、すみません、もう行きます。無難著ヘペトナス教、てめえどの面下げて動画なんて撮ってんだ。こら、お怒りはごもっともです。ですが、これは私にとっての食材なんです。どうか邪魔をしないでいただけますか。二度と世間の皆様にご迷惑はおかけしません。食材したいんだろう。早く消えちまえよ。電車にでも飛び込むか。あんた、こんな状況がよくあることなのか。なのに、なんで人目を引くような撮影を。私は自分が実践してきたインチキ宗教の手口を動画で解説してるんです。過去に人を騙し、お金を巻き上げてきた鈴木だったが、改心した鈴木はそんな動画で新たに別のインチキ宗教に引っかかる被害者を未然に防ぐ活動を始めていたのだった。嘘ついてんじゃねえぞ、こら。前科者が昔の犯罪自慢して動画の再生数稼いでんだろうが、そんな真似が許されると思ってんのか。動画の収益なんてほとんど出てませんし、出ても全て被害者の会に寄付しています。私の食材に終わりはありません。なるほど、そういうことだったのか。何納得してんの、バカなのかよ、おっさん。こいつは詐欺師なんだぞ。口から出任せだ。こんな社会の敵はな、
徹底的に潰して見せしめにすんのが正義なんだよ。俺はこの無難著鈴木の言葉を信じる。簡単に騙されるバカで悪かったな。放つよこの野郎。さっき蹴飛ばした三脚をこの人に返して詫びろ。他人に正義を振りかざすんなら、まずはそれが最低限のマナーだ。そう言うとチンピラはブチギレ。キリュウちゃんに襲いかかってきたが、キリュウちゃんはチンピラを次々に返り討ちにしていった。そんなキリュウちゃんの戦いをそばで見ていた鈴木はついにあることに気づき始める。もしかしてあなたはキリュウさんではありませんか？広島の尾道でお会いしませんでしたか？一緒に戦ってくれましたよね。だいぶ雰囲気が変わったようで、今まで気づきませんでした。すみません。あいにくだが人違いだ。俺は桐生って名前じゃない。そうですか。でもだとしたら不思議です。何が不思議なんだ？私が過去の食材をしていると言ったら根拠もないのにすぐ信じてくれましたよね。口先だけと疑われても仕方のない状況です。なんせ私は詐欺師として刑に服した前科者ですから。でももしあなたが桐生さんだったら、私の言葉を信じてくれたのも合点がいきます。広島では共に戦い、私の背中を押してくれた桐生さんのおかげで私は今日までブレずにいられた。ほら、覚えてませんか、桐生さん。あなたが別れ際に私にかけてくれた言葉。悪いな、無難著鈴木さん。やっぱり人違いだ。俺はもう行くよ。ねえ、桐生さん、お願いしますよ。やっぱり桐生さんなんでしょ？こんなところでまたあなたと会えたのは、きっと何か天のお導きですよ。あなたの目から今の私を見てどうでした？私はちゃんと罪を償えていると思いますか？もし神様ってのが本当にいるとしたら。え？犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。もし神様ってのが本当にいるとしたら、犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。やっぱり桐生さんじゃないですか。それが以前別れ際にあなたがくれた言葉ですよ。7年経ってもあの言葉を忘れていなかった鈴木。そんな鈴木は名乗りもしない男が桐生ちゃんだと確信すると、その後も過去の食材を続けていくのであった。